丁寧に処理されてるで、これ生酢。この肉と肉でさ、挟んだったわ。もうほんま、かじるだけでいけるような。ビールとこ。はいはい、マイダルでございます。ということで、本日は綺麗売り割りにやってきました。ということでね、ここ、売り割りの交差点に来ました。ということで、車乗ってる人だって珍しいない。見て、阪神高速、あれへんようになったんで、今、更新工事やってんのよな。ということで。今日どこ行くんやね、こっから歩いてちょっと行った時にド派手な看板とか一切出てない焼肉屋さんがあんねん。あの、知る人ぞ知る焼肉屋さんやからね。ということで今日は焼肉でいっぱい行ってみたいと思うので、早速行こう。いやー、つうことでね、テクテク歩いてきたけど、どこやねん、分からん、ほんまに分かれへんわ。このお店分かったんやけど、この隣、ここ本日の店、こちら焼肉ホルモンのタットン亭さんでございます。早速入ってか。店内はね、こんな感じで区切りがされておりまして、まあ、半個室まではいけへんけど、まあまあ、プライバシーに配慮された作りになっとって、ゆっくり食べれるかな、いう感じですね。続いてメニュー行ってみましょう。まずは塩焼きでございますね。上塩タンとか、上ネギ塩タンとかね。塩焼きも美味しいよね。で、こっちがステーキ。羽根下のね、1ポンドステーキとか、いろんな1ポンドステーキがございます。で、こっちの方が焼肉。上ロースに、上ハラミ。火打ちに並原、いろいろございまして、ハラミもありますよ。大根おろしなんてのもね、つけられますんでね。で、こっちの方がホルモン。大判ネクタイにつらみ、上身の私大好きですよね。コリコリしてんの。トントロとかね、鶏皮もあって美味しそう。で、こっちはご飯物に汁も。肉寿司から始まってビビンバとかクッペですか、美味しそうですよね。ビビン麺なんてのも美味しそうよね。いや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 、ではでは本日もビールからいってみましょうか。乾杯でございます。やってきました。私大好きな生千枚でございます。めちゃくちゃ綺麗に揃えられたこの生千枚、めちゃくちゃうまそうやないの。これがこちらの自家製のタレね。サラサラっぽいタレやね。美味しそうやないの。ではでは早速生千枚、これちょっと大人食いみたいな感じやね。これ早速ドバッとこうね、チュジャンにつけて。どうですかこの生千枚、めちゃくちゃうまそうやないの。これいただきます。酸味の効いた生千枚、私一番大好きで、ガバッと取ったから大人食い。ここの生千枚うまっ、私好きやわこれ。うん、取ったけどもさ、まだこんだけ残ってんのこれ。これほら丁寧に処理されてるよこれ。生千枚、これをチュジャンにこうつけて、この酸っぱめのチュジャン、酸味の効いたチュジャン、私大好き。うん、これこれ、うん、生千枚見たらこれやわ。生千枚ね、イコールあのチョジャンの味が命やから、この酸味の効いた生千枚ね、ここのね生千枚ほんまにね歯ごたえがすげえ。これ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 、こんなやついっときます。いただきます。ええ感じ、これ癖なんだよ。うん、うまっ。大体生千枚で何よ、量とかが大体想像つくねんな。僕ここお店だいぶ期待しよう。あーうめえ。ハラミの刺身がやってきましたね。どうですかこの生肉の刺身、めちゃくちゃうまそうですやないの。これはどうしたらいいの。やっぱりわさびとかがあるんやったら、これをこっちに持ってきて、こうやって巻く、巻いてから、これをここにちょろっとつける。これでいただきますか。ハラミのお刺身って久しぶり。あ、まさに生肉、生肉好きな私にはたまらん。わさびとの相性が抜群やな。これほんま、ええ感じ。この生肉、これにわさび、このわさび挟んだらええ感じ。こんな格好でいってみましょうか。じゃあっとつけていただきます。うわ、口の中でほら、わさびもええ感じで効いてる。めっちゃうまいこれ。この肉と肉でさ、挟んだったわ。これちょっと大人食い、ごめんなさい。いただきます。うん、こんな
分厚い刺身、そうそう、豚肉流れてるやん、めっちゃうまいぞこれ、刺身おすすめ。まあ、ちょっと超贅沢にさ、このごっつい、これにわさびを乗せて、ネギもこう乗せる。で、それをこっちの、これで挟んでいただきます。これでチャラッとこうつけて、大人食いめっちゃ贅沢。この大人食いは今までなかったで。うん。生肉のユッケ好きな私でも、ここまでの厚みのごっつい刺身食ったことなかったわ。ここあのお値段は少々張りますけど、このハラミの刺身めっちゃうまいぞ。あーうめ、すいません、おかわりお願いします。塩タンがやってきましたね。どないこの塩タン、めちゃくちゃうまそう。上塩タンが売り切れやったから、これ波やないけど、これ波ですよ。ハラミがやってきましたね。このハラミ、これで波ですからね、めちゃくちゃボリューミーでうまそうですやないの。焼いていきましょうよ。ではでは塩タン焼いていきましょう。塩タン、私大好きな塩タン、上塩タンが売り切れやったのがかわいそうだけどな。これぐらい、タンいただきます。牛タン、牛タン、牛タンいただきます。柔らかい牛タン、ここ食った瞬間めっちゃ柔らかい、この牛タン、なんやこれ。これ波の牛タンやからな。ジョンが売り切れたけど、波すげえで、柔らかい牛タン。うまい、うまー、牛タンめちゃくちゃうまいなこれ。なんていうの、厚切りでもないんやけれども、ほんまにこのちょっとね、炙るだけでいけんねん。もう今置いたとこやんか、もうこれで返すんやんか。でこれで返して、うわ見てくれるこれ、この色めちゃくちゃええと思えへん、このピンク色めちゃんこうまそうやねん、これうまいな。牛タン好きな私、まあ、言うで、ちょっと待って、もう、あんま焼いたら、焼いたら、ちょっと待って、ダブルでいこう、ダブルでちょっと行かせてもらいますわ、ダブルで、こんな格好でめちゃくちゃうまそう、いただきまーす。うん、よう焼き肉さん行くけど、波の牛タンでさ、ここまで柔らかくって、歯ごたえあんねんけれども、その中では柔らかいね。こんな牛タンってなおらしいんでしょうかな。3枚重ねてやってみよう、厚切り牛タンの代わりね。うん、ここの牛タンほんまに柔らかいわ。あのどうだよ、タン元的な感じ、波の牛タンやね今日。でこの重ねて食うたかって弾力はあるんやけれども、やっぱりな、滑らかな弾力。この牛タンマジでうまいわ、見る。あーちゃんちゃん行こう。でさ、今な、常連さんにここ来たらな、トイレ行ってみるで、トイレめちゃくちゃすごいからだけど、ちょっとトイレ行こうか。こうやってな、奥行くやんか、この奥行ったら、ここがトイレやんけど、見てこれ、ほら。すげえこだわり。これトイレやで、これ。どう思います？めちゃくちゃ豪華やない、このトイレ。最高やな。ではでは、ハラミ行きましょうか。このハラミ、ハラミが好きなんよね、これ。
じゃあ、では私たちハラミ、おー、いい感じやな。ハラミいっときましょう。いただきます。ハラミでございます。キャラッとタレにつけてね。あ、ここのタレめっちゃあっさり、醤油風味のめちゃめちゃあっさりのタレ、あの意表やったな。ちょっとサラサラのタレやから、こう、なんていうの、あのしつこくないやろなんだけど、めっちゃ食べやすい。うん、パクパクいけるわ。ハラミばっかり食うてまば、うまっ。うん、自分で焼いて食うのうまいけど、ここやっぱり肉質ええぞ。肉質ええぞって失礼やねんけど、いやいや、ほんまに私結構焼き肉いってるけど、うん、ここの肉全体的にめっちゃ柔らかい。波でこれやから、うん、おいでみ。表見た時びっくりしたけど、ちょうちんとかも何もあれへんかな。でもほんまここ人気なのよう分かるわ。うん、うまっ。うわー、これハラミめっちゃうまいぞ。ここのハラミ牛タンもうまいけどさ、ハラミもこれ何でこれやからな、めちゃくちゃうまいわ。このハラミめちゃくちゃうまいぞ。でこれをさらっとしたこのタレにつけて、これがうまいのよ。うん、こういうタレも珍しいな。あのこってりとした焼肉のタレ感がちゃうねん。めちゃくちゃあっさり、でもしっかり味はするやんな。こういうタレも僕好きやわ。でも今までお目にかかったことないんじゃんわ、こういうタレ。うまっ。うん、ここ私好きな焼肉屋さんの中の1店舗になりそうやわ。めっちゃうまいわ。ここ肉がうまい、ほんま肉うまい。これねえ、めちゃくちゃうまい。食うてる汁がよだれ出てくるわ。おいでビール。うまー、ハートと上身のがやってきましたね。このハートもな、一切れ一切れがごっついのよ。こっちの上身のもさ、めちゃくちゃごっついで、これ楽しみ。よし、焼いていく、焼いていこう。このハートと身の、何やこの分厚さ、ごっついぞ、この分厚さ、すげえわ。こんなホルモン、うわ、身のもでかー。これちょっと私乗せすぎや、言われねえよな、乗せてまうねんな、乗せとく。めっちゃうまそうこれ、もう一個乗せろ。この焼いてる姿を見るだけでもうよだれが出てくるわ、これたまらんな。いやうまそうに美味しそうに仕上がってきたこれ。うわー、これほんま、ここのホルモンでかいぞこれ。言うてもたまらんわ。今日ビールいとこ。うめえ。このハートほんまごっついからや、これめちゃくちゃうまいぞこれ。うん、ハートうまっ。うん、やっぱりシミやこのホルモンが好きやんな。うん、ここほんまお気に入り、なお気に入り5種の中に、5種だ、おかしいな、お気に入りのお店の中に入るわ。これめっちゃうまい。ホルモンでもさ、硬いところとか あるところもさ、お店もあるんやけど、ここ柔らかいわ。このハートにしたかってさ、なんじゃこれ、切り方がちゃうんだな。このだってさ、この身のあるやん、身ののな切り方見てくれる、これほら、もうこれもうほんまかじるだけでいけるような、もうちょっとかじるだけでいけるような感じ。これそらすやわな、こんなんやったらめっちゃ柔らかいもん。うん、はい、うまい。下処理が丁寧やねんな。今頃気ぃついたんかよ、かっこやけど、よだれでいいだ。
ほんまにうまい。ここ肉質最高。うん。うまっ。見てこの上身の、ほら、この包丁の入れ方よ。これもうプルンプルンになってるやろ。そりゃうまいわな、こんな。めちゃくちゃ丁寧な仕事。これこんなここまで包丁入った上身の食べるの僕初めてですわ。うん、うまっ。適度な上身の食感があって、でもあんなに包丁入れてるからめっちゃ柔らかいね、ここ恐るべしじゃわ。うまっ。ほんまパクパク食えるわ。ここのホルモンめっちゃうまい。うまいっていうか包丁の入れ方でこんだけ買うねんな、僕知らんかった。うん、柔らかいハート。うん、で身のな、この包丁の入れ方がプルンプルン、これはうまいわ。うん、普通こう包丁入れてるけど、こう入れて、こう入れて、裏返して、こう入れて、こう入れてるところ初めてやわ。ここむちゃくちゃなんていうの、この隠し包丁入ってるからめっちゃうまい、これ。ということでもう最後の身のなってもたなんか名残惜しいわ言うて大丈夫です。うん、うまっ。おいでみ。いやー、ほんま初めて来たけど、この何だろう、隠れ家っていうかな、まあメイン通りに面してるから、あの隠れ家ではないと思うけど、でもさ、ほんまに焼肉屋さんじゃないような、あの風景っていうか外見やんか。ここ入ったらめちゃくちゃ肉うまいで、ようで、ここ平野に来たせは達東店さんおすすめなんでね、まだよかったら聞いてみてください。ゆうで本日焼肉大満足ということでごちそうさまでした。